はい、皆さんこんにちは。りなです。どこです。ディブログです。私たちは三重県の一番下にある地中海村に向かってます。ということで今日の車はこちらです。これポルシェ、ポルシェ。ポルシェボクスターを借りました。可愛らしい白い車。タカがブーンとしてる間にめっちゃ見られるからめちゃくちゃ恥ずかしいよ。いいじゃん。何これ何このガキと思って。何この変なやつ。最初乗った時レナめちゃめちゃ文句言ってたよこの車はいらんって言ってたよ。いらん、いらん、狭すぎるって言ってそうそう。やっぱね、このバッチかっこいいよね。バッチが。そこなの？社長、買ってください。いらない。いい音だね。そう、いい音。ここにプレスってあって、はい、プレス、ここポチッと押して。え、怖っ。そう、すごいでしょ。これをこうやってやっとくとこう開いていく。行きましょうか。みんな気づいてるかわからないけど。何？左ハンドルです。あ、そうそう、左ハンドル。あ、でもあんまりやっぱ風入ってこないよ。がっつり加速してみるよ。おー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 。うわー、気持ちいい。いや、めっちゃ気持ちいいね。やっぱオープン超気持ちいいわ。タカ、はい、寒くなってきましたよ、耳が。俺もめっちゃ寒いよ。タカ、ジャケットも着てないからバカだよ。次のパーキングが、じゃあそれでまたここでもう閉めよう。閉めましょう。はい、到着しました。寒すぎるから閉めるよ。じゃあ途中に止めれるってこと。閉まりました。じゃあ行きましょう。暖かくなりました。そうそうそう、あれこうなってたよ。もう息できないぐらい早かった。車の運転の仕方わかるよね。右はブレーキスタートしていいの？エンジンかけていいよ。なんで？なんで？ブレーキを踏んでるよ。踏んでる？踏んでますよ。え、怖。アクセル踏んでるよそれ。もし運転変わる？やめよう。なんで？だって普通に日本車運転してるじゃん。でもこれ全部反対だから。え、なんで？アクセルとブレーキは左がブレーキ、右がアクセル。そういうことか。行きましょうか。ゆっくりでいいよ。わ、本当にかなり重た。めちゃくちゃ重たいでしょ。怖っ。ここウィンカーした方がいい。ウィンカーはどこ？左。走ってますよ。死ぬかもしれないよ。車が来たら死ぬかもしれないよ。くしゃみが出る。おいおい、くしゃみ出した。ない。行こう。くしゃみ危ないよ。いいよ。これ寒い。ごめんね。レナさん、今俺の携帯が吹っ飛んだよ。今まっすぐだからちょっとブーンってやってみる。踏んでみるわ。おお、ブレーキ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 。レナさん、あれじゃない、ちょっとレーシング向きなんじゃない？あのやり方が。怖がってますけど大丈夫ですか？運転はそういうものじゃないよ。楽しむものだよ。じゃあめっちゃ怖い。すごい顔が怖い。疲れてきた。集中力の限界。まだ15分ぐらいしか運転してないよ。もう全然なんか感覚はもう2時間。そんな疲れる？運転疲れる。こっちに座ってよかった。リラックスできる。リラックスできますよ。
そうじゃない本当だったらポルシェこういう道絶対楽しいよね、こうくねくねした。本当かな。じゃあ頭が寒いよ。帽子も持ってきたけど、おいおいやめて、私の髪の毛は。ちょっと踏みようよ。すごっ。いやレナ社長レナ社長いやこれはこれ何も言ってないよまだレナ社長、今日のお昼ご飯どうしましょうかその質問じゃなかった。今日のお昼ご飯何でもいい、いいものを持ってあげるあとプレゼントもいろいろ買ってあげるだからポルチェ買わせてくださいやだ、オープンカーいいね。ね、あ借りるのがいいね。やっぱりいいよね、オープンカーは借りるのがいい。でも島の先っぽまで来たってことだね。そうそうそう、あと5分で着く。私はヨーロッパが恋しくなってきたから。そうだね、地中海どこでしょう。あっちあっち、右右、右の右、めっちゃ右、一番右だから The右 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 や The 右 右 そう、ザ・ミギエストローでしょそう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 、やばいやつこれ英語わかんない人、なんで俺ら笑ってるか理解できないよそれがあの分かってもう頭おかしくなってると思っちゃう別に何も面白くないし皆さんこのレベルですよ僕ら。行きましょう。見て、一応後ろもこんだけ空いてる。だからバックパックぐらいのサイズは入るけど、あれは入らないよ、スーツケース。うわ、めっちゃ広いじゃん。行きましょう。今ちょっと地中海、お、入り口ある。本当だ。おお、めっちゃすごい。めっちゃ地中海じゃん。プラザに来てます。ね、ここの裏めちゃくちゃ雰囲気いいよ。すごい。まさにあのイタリアとかスペインとかに来た、ね。ここに置いてあるものめちゃめちゃ日本だよ。中華じゃないよ。うわ、これすごいね、雰囲気最高じゃん。うん、そうだね。日本にいること忘れるぐらいの。ね、うわ、あっちにも奥あるんだ。え、広いじゃん意外と。うん。あ、ホテルオンリーって書いてある。本当だ、ホテルのゲストしか入れない。いろいろあの部屋に。あ、ここ部屋なんだ。番号がついてる。ここはあれだね、なんかどちらかというと泊まりできてゆっくりと雰囲気を楽しみながら夜ご飯めっちゃ高いとかって書いてあるみたいな。あ、アルハンブラって書いてある。ここからは入れなくなってる。宿泊者様専用エリアだって。こっち本当に泊まりたいな。これおすすめかもね、今見てくれてる視聴者の方は泊まりでね見て。これミシュラン一つ星ホテル、ホテルじゃない、レストラン、一番安いのが5500円。あ、でもだったら別にね。今先っぽまで来たけど、ああ向こうは日本だよ。向こう日本サッカーずっとお腹すいたお腹すいたって言ってるから、多分こっちすごいお腹すいたよ。カフェだと思うの。何がある？あ、カレーかパスタかピザ。カレー全然ヨーロッパ料理じゃないよ。ちなみにパスタ美味しそうだよ。中庭でもいいよ。あ、いいよ、うん、はい、大丈夫です。はい、料理が来ましたよ。パスタとレナのチーズケーキ。違う、2人のパスタと2人のレモンタルト。いただきます。何を見てるの？シェアすることを見てる。うん、うん、他に普通に美味しい。うまくね。うん、うま、ね、ちなみになんでシェアしてるかっていうと、お金がないからじゃなくてこの後食べ歩きをしようとしてて、ここでがっつりね、2人ともパスタ食べちゃうとお腹いっぱいになっちゃうってことで。だから本当は5500円の一つ星ミシュランコース料理、ね、レストランでもよかった。本当かな社長いや、それはさすがになんかランチにちょっと高すぎるなと思って。でもここで泊まりに来たら、
きかもしれないよ。もうパスタ終わったよ。うん、おいしい。レモンタルトね。ヨーロッパっぽいでしょ。タルトってさ、下の部分が硬いからさ、ね、食べづらいじゃん。うまい。さっぱりレモン、うん、うん、さっぱりレモン、おいしいよ。もうちょっと見ますか。そうだね、もうちょっと見てから次の場所行こう。またね、奥の方に入ってきたけど、ここは本当にあのヨーロッパの地中海。地中海インスタ映えするんじゃないこれ。するだからみんな写真を撮りに来てるよ。見て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 、見つけたよ。エッグスタンド、ね、日本で売ってるの初めて見た。いやだから日本じゃないよ、地中海だからね。そうそうそう、だからヨーロッパはこの食べ方をするよ。そうだよね、パンと割ってスプーンで食べるもんね。そう、トレデルアモールって書いてある。タワーオブラブ。あ、ラブかな、アモール。そうそうそう、アミーゴは友達だよ。そうそうそう、あ、なんかあれ、なんかメッセージが書けるよ。なんかエマみたいな。大切な人との思い出にホタテ貝にメッセージを書いてみませんか、300円。 YouTube のチャンネル登録者が10万人いきますようにって書いてみる。書くの？あの、LT ブログって書いてチャンネル登録よろしくねって。見終わったよ。そうだね、はい、入り口に戻ってきましたので、このビデオをここで終わりにしたいと思います。面白かったならぜひいいねボタン押してください。私たちは今から伊勢神宮のおかげ横丁に行きます。そうだね、いろいろ食べ歩きしたいな。というわけでまた次の動画で会いましょうね。バイバイ。